つまり直感に従って生きれば生きるほど絶対幸せに早く近づくんだけど腸内環境があの良くなると運気も良くなるんです何でかっていうと性性格格が変わるから性格もなのジャマイカでいう「I a n d I っていう「I and you」じゃないんですよ彼らはラスタマンはねレイン。 うわ、ちゅうの。ノースビレッジシリーズ放浪。放尿。放流。子供の言葉に続く。六年ぶり。第五弾の最新刊。久保塚洋介の人生攻略本。発売中です。皆さんチェックしてください。損はさせません。 皆さん蝶あると思います、まあ、ここから先は急にあの素人なのにちょっと学者っぽいこと言い出しますけどかつてね古代蝶だけっていいう生き物がいたんですよね口肛門これは筒心臓だけの生物がいないんですよ。脳みそだけの生物もいないし。 骨だけの生物もいない。でも、かつて。腸だけっていう生物はいたんですよ。あらゆる臓器の中で。腸が一番古いんですよね。で。腸は第二の脳って言われるんですけど。俺はこれ、俺の持論だけど。第一の脳だと思います。で、脳、腸、相関って言って、腸がすっきりしてると、脳もすっきりしてる。 脳がスッキリしてると腸もスッキリしてるって言って、まあ、イコールだよっていうような言い方があるんだけど腸は直感なんですよだから例えばパッとあって「あこの人好きだな」とかパッとあって「あこいつ嫌いだな」って直感じゃないですかあここ行きたいなこれも直感これ行きたくないなこれも直感あこの人嫌いだけどこの人上司だし もうこっから先は脳みそなんですよ。頭がやってんの。つまり直感に従って生きれば生きるほど絶対幸せに早く近づくんだけど、さっき言ったようにじゃあ直感に従って何でもしていいよっていう世の中じゃないじゃないですか。だからそこはバランス取んなきゃいけないし、バランスっていうのはなんかすごい微妙な言葉なんだけどすごく大事だなっていうふうに思ってて、 でもそれは一回置いといてその直感は腸が司ってて脳みそはセコンドなんですよボクシングでいうとねリングにね上がってんのは腸が上がってたら負けないんですよ。なんだけどほとんどの人が脳が上がってるからあのね格好的にはね腸はもう完全にあの試合用のパンツをはいて。 無泳体だったらここにあのリングみたいのしてここもリングしてもうバンテージ巻いてグローブもしてるのが超 T シャツ着てもうちょっと腹も出ちゃっててもう長ズボン履いて何だったら昨日ちょっと酒飲んじゃってるみたいなれはセコンドのそっちがリングに上がっちゃってるんですよ。 それはね負けるから試合なので腸に試合させましょう腸の食感にまず従うこれがまず一番大事で脳はセコンドだからやるって決めたらもうやる理由を考えるやんない理由はもう考えなくていいだって腸はやるって言ったんだからっていうことそこがが順番が間違っちゃう このセコンドのおっさんの方がもう出てきちゃうからリングに上がっちゃうからやろうかなやらないかなあやった方がいいかなあでもこうだからなだからなってあの答えの出ないずっとこの迷路に迷い込んで途中で無理くそ答え出したりとかをするようになるっていうかでも幸せになるっていう意味ではににに従ったら幸せになります絶対にバランスを取りながら腸に従って。 自分が好きなことをやるであのご高齢のもうまあいわゆる就活に入った方たちのもう大先輩たちがみんなが言うのはやりたいことをやっとけばよかったって言ってるじゃないですかどっかで皆さん見たことあると思います私はやりたいことをやっとけばよかった俺はやりたいことをやっとけばよかったって死ぬ前にみんな言ってんだから。 それで大先輩が言ってんだからそれはもう聞きましょうよとやりたいことがあったらやりましょうってだってみんなそれで後悔して就活したりなくなっていくんだからなので腸を大事にすると直感が研ぎ澄まされるんででこれ腸活の話になってくるんですよ。この腸を大事にするってことはいわゆる運命を大事にすることと一緒で腸って 俺は俺の腸腸内内細菌腸内環境があるんですよめっちゃチープな言い方をすると明るい人には明るい腸内環境ネガティブな人にはネガティブな腸内環境があるからそういうふうになってる。で同じ釜の飯を食った仲間は家族は兄弟は恋人はワンちゃんも。なんで似ててくるかっていうと 見てるからじゃなくて腸内環境を共有しだすんですよ。あいいよ飲んでとか一緒の箸でとかあの食べたやつこれこう掴んでまた取ったここにももう微生物がいるわけですよ俺らの体は8割は微生物なんで,で2割だけ俺なんですよ。で8割は俺と一緒にいる微生物なんですよ。 なんで微生物と共存するって決めたから我々は今ここにいるっていう微生物なんていらねえよって言った瞬間にここにはもういられないような仕組みをもうあの契約しちゃったんですよねもうサブスクですよね永遠のその生命体としての人類が選んだサブスクなんですよ永久に支払う何をって言ったら、まあ、エネルギーだったり食も食事をとって 一緒に生きていくって決めた仲間と一緒に今ここにいてそうじゃない人はここに誰もいないわけですよねで腸内環境があの良くなると運気も良くなるんですなんでかというと性格が変わるから性格も腸なのなんでまあマザーテレサも言ってましたけど性格が運命を作るからだから運命を変えたいんだったら腸を変えればいいんです ラッキーになりたいなら幸運になりたいんだったら超変えればいいっていう話なんですよだから孫は優しいなとかね孫は優しいな知ってる人います豆、ごま、野菜、魚、小魚、椎茸、まあ、椎茸で菌類ね芋、穀物、な、えー、納豆、発酵食品っていうのを 取ると腸にいいんですよ。つまり運にいいのね。で、これは和食が全部網羅してるんです。実は我々のこの生まれたあの日本っていう国の和食ってそういう食事なんですよね。だから先人たちが残してくれたあのしなんていうんですか。我々を守る、我々を幸運に導くための 食食事が和食なんですよあまりにもいいものだけを取ってるっていうのをそそれはそれはで弱いのかなと思うつまりあのインヤンのね陰と陽の形でいいこと悪いこともうちょっと深く言うとどんないいことの中にも悪いことはあってどんな悪いことの中にもいいことはあってそれで一つなんでそういうふうに我々の体もできてるし運命もその心もそういうふうにできてると思います。 で自分の中で完結しないことはこの輪っかは世の中と思ったら自分はできてないけどあの人ができてるからそれで一つになってるジャマイカでいう「アイ・アン・ナイ」っていう「アイ・アン・とユー」じゃないんですよ彼らはラ,ラスタマンはね「アイ・アン・ナ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 イ」みんな「アイ」なの。で「人間」って人の間って書くじゃないですか。それが人間なんだけど彼らはもう あんいやない,間がな,いないんですよでそれがいわゆるまああのナウシカのオウムじゃないけど「子」であって全「全ねた1個だけど全部「全全部部だけど一つ川」「海」「池」「雨」「全部水」「ずっと循環してる」でも「川」って言ったら「川」になる。 流れて海になるけど海になったら空に上がって雨になるけどでもこれは水なんですよね水って思えば水なんだけどここと思ったらそうであるっていうかなんかそんな感じで、まあ、だいぶね話があの急転直下いろんなとこ行きますんで酔っ払ってますからでも嘘はついてないです。的を得たことは言ってると思うんですけど自分でもなんだんだん何を喋ってるのか分かんなくなってきました。 ので途中で助けてもらうことがこの後出てくるかもしれない。その時はもうぜひ助け舟を皆さんでね一斉に出していただいて、ね。<laughs> 発売から一週間で中版決定。久保塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方。 付き合い方愛し方捉え方伝え方バランスの取り方楽しみ方幸せの感じ方大切なことをシンプルに右よ曲折上下左右急転直下あった久保塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法久保塚洋介の人生攻略本 全国書店、Amazon にて、絶賛発売中。